桃山駅。桃山駅は、京都府京都市伏見区桃山町鍋島にある、西日本旅客鉄道、JR 西日本奈良線の駅である。駅番号は、JRD05、伏見桃山両、伏見城のある桃山の南西部に位置し、大手筋通りに接する。奈良鉄道の手で開業した、当初、東駅から京都駅までは、伏見駅経由のルートであったが、 1921年の東海道本線の馬場駅、現、ゼゼ駅京都駅間のルート変更に合わせ、道線級ルートの稲荷駅京都駅間を編入した、現在のルートに切り替えられた。なお、急線の東駅伏見駅間はしばらく貨物線として、存続していた。もともと伏見小畑間に駅を設ける予定はなかったが、当時、近くに西本願寺の山野草という別荘があり、 ここからの風景を愛した、王谷高村保守の強い要望と主張により、桃山という名称の駅を作ることになった。駅の設置に関して、奈良鉄道から寄付が求められたため、伏見町、堀内村、王谷高村保守が、それぞれ500円ずつ寄付した。寄付でできた駅であるので、駅名は地元で決めてほしいということになり、地元は、地元の村名を取って、堀内を希望したが、 王谷高村は保守が強く、桃山を主張したので、桃山駅となった。1912年、明治45年7月30日に、明治天皇が崩御。伏見桃山が両墓地に選定され、桃山駅は国鉄奈良線の中の一駅ではなくなり、体操列車を迎えるため、急いで拡張と整備の工事がなされた。現在、踏切を挟んだ駅の北側のマンション群は、 棺ぎが下車した仮停車場と駅前広場の跡地である。マンションの工事が開始される前は、この時のプラットホームの一部が残っていた。現在の桃山駅のホームは3番線までだが、かつては5番線まであり、現在の3番線ホーム北側にある、保線作業車用の留置線はその名残である。また、駅南側にある、 老人ホームが建設される前までは、その場所に広い敷地とかつてのホームと線路の移行が残されていた。また、駅から五両参拝口まで敷地は広がり、現在のホームから二本の古戦橋があり、その向こうの高台に多くの改札口が並んでいた。この改札は五両口と呼ばれ、1928年、昭和3年から1951年、 昭和26年まで使用され、敷地の大部分は住宅地になるか森に帰っている。現在の改札口は貨物用として使われた。五領口改札の前は玉砂利を敷き詰めた広場で、その向こう側に明治天皇や野義将軍に関するものを扱う土産物屋が並び、日の丸も林立していた。昭和になり、日本の軍国家の動きと連動し、 明治天皇桃山御両参拝が日本中で行われるようになり、国鉄桃山駅は整備拡大を続け、貴品室が設けられ、桃山駅長は指定職という京都駅並みの地位に格上げされた。1932年、昭和7年の1月の桃山御両参拝人数は約15万人、この年10万を超えた月は6ヶ月もあり、 桃山駅の1日乗降客が8万人と言われた日もあった。第二次世界大戦後は駅は活気を失い参道の商店街も消えて五両の森と呼ばれる現在の姿になった。五両の森の中には当時の建物跡を見つけることができる。1992年、平成4年10月22日に六地蔵駅 JR が1997年、 平成9年3月8日に JR 藤森駅が開業したため、両隣駅とも JR 発足後に開業した駅となった。短式ホーム1面1線と島式ホーム1面2線、合計2面3線のホームを持つ交換設備を備えた地上駅である。駅構内が大きくカーブしているため、快速列車などが通過する際は原則。 時速 35km 制限して通過する形となる。日中は上下とも、奈良発着の普通は対抗の宮古寺快速の通過待ちを行う。また、常用発着の普通同士が交換する。宇治駅が管理し、JR 西日本交通サービスが駅業務を受託している業務委託駅である。 IC カード乗車券、i c o c が利用することができる、相互利用可能 IC カードは、i c o c の項を参照。駅員の配置時間は7時30分から19時30分となっており、ポスター末による窓口発見を行っている。JR の特定特市内制度における、京都市内の駅。駅本屋側端式ホームが一番乗り場、古戦橋を渡って、 反対側の島式ホームが2.3番乗り場になっている。上り本線は2番乗り場、下り本線は3番乗り場であり、1番乗り場は上下線共用の副本線であるが、当駅に停車する京都方面の定期列車は乗客が古線橋を渡らずに済むようにすべて1番乗り場に停車する。そのため、2番乗り場は通常は京都方面への快速列車が通過するだけのホームとなっているが、 団体臨時列車が運転される際には、京都方面の定期列車が2番乗り場に変更されることが多い、団体臨列車は1番乗り場に停車。また、1番乗り場を使用しての折り返し及び、後続列車対比が可能な信号配置になっており、かつては近年では、2012年11月の23から25日に103系の4両編成による、 当駅始発の京都行きの臨時列車が整地された。また、これと同様の臨時列車の運転は2009年2010年にも行われた。貨物営業を行っていた当時は、大手筋の踏切を挟んだ北側に貨物用のホームがあり、それに沿う形で貨物駅舎と積み下ろしのためのスペースがあった。伏見さんの日本酒の輸送も行われていた。貨物駅舎と 積み下ろしスペースのあった場所には現在はマンションが建っている。一番乗り場の中ほどに自動信号化1万キロメートル達成記念標識がある。京都府統計所によると、1日の平均乗車人員は以下の通りである。少し離れてはいるが、西に近鉄京都線の桃山五両前駅、京阪本線の伏見桃山駅、南には、 京阪宇治線の関月橋駅がある。いずれも徒歩10分前後で乗り換えが可能である。いずれの路線も停留所は駅から300メートル正方の国道24号線交差点付近に設置されている。京都市バス81系統や京都京阪バス25号経路などが発着する西大手筋停留所も利用できるが、当駅とは 1.2km 程度離れている上、 東高制定の地形となっているため乗り継ぎ利用に当たって注意をする。かつては富士見桃山城、キャッスルランドを発着する路線バス、近鉄桃山駅前富士見桃山城があったため、駅前をバスが発着していた。野木神社前付近に停留所がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。